満州印本、源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。現在京都の満州院に所蔵されているためにこの、名称で呼ばれる。河地本、中でも幸運本系統の本文を持つ写本として、比較的古くから知られている写本である。よもぎぶ、咳や薄雲の三条のみが現存する霊本ではあるが、幸運の自筆本とされ重要視されてきた。ただし本写本は、 幸運本の特徴とされる、罰かも奥書きも有するものの、罰かも奥書きも、本文とは別筆である点に注意を要するとされる。旧国宝、現住用文化財に指定されている。幸運による中期の書き込みがあり、中期は川会省に近い内容を持つ。なお、近年になって、東洋大学図書館の所蔵となっている、少女巻の一部分と、 玉飾巻の一部分のみが合冊されている写本が、この満州印本の両巻である、可能性が指摘されている。東洋大学本源氏物語少女巻及び、玉飾巻を参照。後位源氏物語及び、源氏物語体制後位編に、写本記号、満、教区も筆者満州印像として、よもぎいぶ、関や薄雲の三条ともが採用されている。また、 河地本、源氏物語行為修正にも、写本記号、万、万主院本万主院像として三条の行為が取られている。万主院には、上記の写本の他に、青拍子本系統の本文を持ち伏見院筆と伝えられる、橋姫一条のみの例本があり、新編日本古典文学全集、源氏物語に、写本記号、万、 万州院所蔵で伏見院筆者本一条として採用されている。ありがとうございます。